はい、皆さんこんにちは。今年始まって、最初のですね、災害対策110番を皆さんにお送りしたいと思います。災害対策110番というのは、災害があるからこそ起こるのではなくて、災害を起こさない、起きた時に、どうしたらいいかのことも含めまして、皆さんに知識などいろんなものを共有していただこうと思って、私やっております。今回ですね、タイから帰ってきて、今、マジックの世界大会の、真っ最中なんですけども、そうですね、言いたいことがいっぱいあるんですよ。地震の問題とか気象の問題とかね、それも含めまして、私の情報網から皆さんに、2015年、どのように対策を練ったらいいかという話を、してみたいと思います。たった10分ですけどね、もしかして本当に興味があったりすれば、私が直接会ってお話することもできますし、お酒好きですから一緒に飲みながらだととても聞けない、NASA の情報とかね、いろんなものアメリカの軍の情報とかも含めて見れちゃうと思ってますので、それでは行ってみたいと思います。2015年一番最初の、ものになりました、災害対策110番、よろしくお願いします。どうぞ。ですね、ちょっと私も体調を管理するのは難しくて、年末にロスで転んだ膝がですね、まだ完治してないんですよね、どうやったってね。はい、これ簡単に治るもんではないので、皆さん膝は気をつけましょう。膝っていうのはやっぱり全体重を支えてますからね、それによってやっぱりいろいろと支障が来まして、治りが遅いです。例えば競馬の馬なんか、あんな細い足で4本で500キロの体重を支えてるわけだから、1本膝とか足首やっちゃうと、それで、低肺炎っていうのを起こして足が腐って死んじゃうとかいうのもありますから、人間特に体重ある人は膝気をつけなきゃいけませんねと。そしてあとアレルギー、これもね、実際とはあんまり皆さんにはなんだろうな、あんまり馴染みがないように思うかもしれませんけど、花粉も含ましてアレルギーってね、すごく重要な問題いっぱい秘めてるんですよ。だからそれも含めてね、アレルギーのことを自分のこと知っておきましょう。必ずあるんですよ。全くないように見えててもなんかあるんです。ただバッチテストだとかアレルギーのテストで引っかかんないものが多いだけでね、それを含めてアレルギーを今後どうするかってことも考えていかなきゃいけないですね。はい、それとですね、あともう一つあって、風邪、インフルエンザ、いろんなのが流行ってます。正直言って、このね、風邪とかインフルエンザも複雑になってまして、昔からもちろんあって変わらないんですけど、治癒能力っていうのかな、人間の持ってるものがどんどん落ちてるんで、症状が激症性になったり、薬は開発されてますけどね。で、風邪のことがいろいろと分かってきたんで、インフルエンザも。そうすると今度知識だけ大きくて、マスコミがね、知らないで書いてるもので、結構なんだろうな、人がね、右往左往することがありますけど、正しい知識を入れれば、そんな心配がないので、その知識も入れましょうと。そんなことがあります。はい。もういろいろ言ってますね。これまでが私の、今、風邪をひいたとかそういうことの話なんですけど、これから一般的なこととして、皆さんに今年の2015年気をつけなきゃいけないことをいろいろちょっとお話ししたいと思います。まず、冬の寒気と雪。これが一番最初かな。とにかくすごいです、雪がね。はい。で、今までってのはね、冬ってのは、当然当たり前だけど、太平洋側のものはすごい乾燥して、雪降らないとね。そして、日本海側は大雪が降って3メートル降って4メートル降ったってやってました。で、最近変わってきたのはですね、太平洋側の方も雪降るってことなんですよ。で、正確に言うと中央山脈だとか奥羽山脈だとか、あそこの山脈より右か左かで、右か左かっておかしいな、西か左、東かですか。で、東側の方ってのは大丈夫で、西側の方はっていう形だったはずなんですが、最近はね、海からある程度離れて内陸に来ると、降るんです。で、それは、簡単に言うと太平洋側のその海流、いわゆる暖流とか親潮と言われているんだね、黒潮か。それが要するに流れが変わっちゃったんですね。それで魚の流れも変わったし、温暖化も変わってきてるんです。だから確実に日本の冬というのは寒冷化してまして、雪も実際はね、3メートルなんてもんじゃないんですよ、すでに。はい。で、日本の雪は寝雪になるぐらいのすごい雪が降ってて、もう青森とかね、もう北の方の場所によっては7メートル降ってます。で、これは山の山頂が降るんではなくて、麓の方が降るんですね。だから家が民家が完全に没しちゃったりとか、そういうのは当たり前だし、昔の絵の中でもね、雪の中を降って家の2階から外出たりとかありましたけど、そんなの当たり前でもっとすごいです。で、この寝雪って恐ろしいもんで、どん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 上からギュッギュッと固められていくから溶けないんですよね。水不足にはない、問題ないかもしれないですけど、孤立したりとかそういうことが当たり前にありますね。だから、それと、今までと違うのは、しんしんと降る雪ではなくて、暴風とかね、暴雪、そういうのを伴う雪が降るようになってきてると。それは、北の低気圧ですかが、非常に発達して大きくなる傾向がありまして、ただ単に、普通の低気圧じゃなくて、まるで台風並みの勢力を持つということがもう出てきているので、この台風対策っていうのは、今後北の人たちもそうですし、岐阜とかね、多分東京よりも南にあるところでも、山中に入っているところはね、これ大変です。
あのメートル単位です。まあだから今は東京降ってませんけど、東京だってね、あ、この間京都が二十何センチ降ったってことですから、東京だって当然のことだけど20センチ30センチが可能なんだ。可能っておかしいけど、あの考えられちゃうんですよ。ね。で、それって十分にある気象のあの持ってるエネルギーなんで、東京20センチ以上降ったら完全麻痺しちゃいますから。それも含めて、あの、インフラとかね。だから絶対進めたいことは、私はこの水の確保は当たり前なんだけど、水だけではなくてね、あの、まあ、いわゆるあの、よくある鍋用に使うような、そのガスコンロとか、ね、こういうものが必要だと思います。で、あの、昔だとアルファ米って言ってたんですけど、電子レンジなんかだったら簡単にチンできてる5個目とかね。うん、ただ電気も通らなくなる可能性がありますから、バッテリー電池。今 LED のね、光とかそういうのも絶対ありますし、どうすればそのバッテリーを充電しておくだろうということに関してはいろいろ考えたらいいですね。うん。まあ、都市機能ってのはインフラになると全部麻痺しちゃいますから、当然冷蔵庫が切れて何時間経ったらほら、中のも腐るとかあるでしょ？冬だから大丈夫ってこともあるけれども、それでもね、それを考えた時には、やっぱり携帯用、なんだろうね、非常食。9.11 の頃思い出して、非常食をたくさん用意する必要がありますね。はい。あと、夏の台風のことも言っておきましょう。温暖化もクソもないです。夏は台風大変です。で、温暖化のことをもう一度一つ言っておきますと、これは二酸化炭素の影響でないってことずっと前も言ってましたね。温暖化関係ないし。ただ、メタンっていうのがものすごくこの世界中で溜まってるんですよ。で、二酸化炭素とか、一酸化炭素は猛毒ですけど、に比べると毒性がメタンの方がずっと少ないんで、臭いけどね。だから、生物が存在するところ、または化石燃料を燃やすところとかいろんなものやメタンは必ず存在するので、そのメタンによる気象変動っていうんですか、あと森林伐採、これも大きいですね。そういうことによって来る台風の増加、大型化、これは絶対です。だから今年の夏もすごいことになるでしょう。ね。大体今、太平洋上では一年中台風ができてるってことは分かりですね。もう新しい2号だか3号だかとかできて、それがある一定の時期になると北上するんですよね。この北上が、僕は今回は4月と見てます、最初が。はい。この4月に沖縄とか大東島とかそちらの方行って、下手すると九州の方をかすめるのが4月。で、5月以降はもう台風の、もうなんだ、通り道オンパレード。だから、雨、大雨ね。台風と別に大雨です。梅雨と言われる時期に大きな雨が降るのではなくて、梅雨というのはほとんどなく、梅雨前後、夏に関して台風その他の含めて、秋雨前線も全部繋がって雨が降るようになります。ここだけは雨季という形になるので、皆さん本当考えないといけませんね。はい。あともう一つ最後に言っておかなきゃいけない。噴火。日本列島は火山列島でして、富士山を含めて全ての山が、俗に言うね、火山という山は、昔は旧火山って言ったんですけど、最近、噴火してないやつ。でもあれは、噴火の可能性ずっとあるので、あと現在噴火している本当の火山、これも含めて、今年は火山の噴火がもう大変だと思いますよ。だから、わかりやすいことを言うと、桜島から始まって、そうだな、阿蘇山もそうでしょ？あと、浅間とかね、こっちの方のね、春菜とかあっちの方、御嶽山もそうでしたけど、実際は富士山もそうです。今、桜島の、堆積膨張が始まってますから、これ噴火したから、あ、すごいな、また桜島噴火したじゃなくて、地震だってそうなんですよ。関東大震災が今までの最大だとか、阪神大震災と言ってたのに、東北のあれだけすごいもの来るじゃないですか。今は常識を外れたぐらいいろんなことが起きてもおかしくありません。太陽の活動もすごく激しいので、すべてにおいて、例えば、まあ、地震の、ハザードマップをちゃんと調べた上で、自分たちの住んでいるところが、地震とか噴火、そういうものでどのように変化するかと、どうなるかってことを見ておいてもいいですね。例えば、東京であったとしても、例えば新宿近辺でも、都庁のあるところって非常に丈夫なんですよ。それでも大きい地震では都庁揺れます。揺れても倒れないけどね。はい。ところが、それから京王線でちょっと行ったところは、相当地盤が悪いとか、まあ、それもあるんで、我々はね、いつも関東平野といってもね、決して平たいとこ住んでるわけじゃないってことをね、頭に入れた方がいいですね。うん。例えば、場所によって新宿なんかでも、小さな山みたいな形の傾斜した場所がいっぱいあるので、丘ですよね。いろんな、災害が起きます。で、ビル災害は、最近のビルって本当非常によくできてるんで、よほどのことないけど大丈夫ですけど、それと別に土砂ってのはありますよね。あと、根の張ってる木のところが安全じゃなくなったってことも分かんなきゃいけませんね。雨なんかで地盤が緩んでるところと地震といろんなものが来る、火山も来る、それを考えると、さあ、皆さんはどうしたらいいでしょう。一年間のハザードマップを作って、我々が考えなきゃいけないことと、家族やなんか、または友達と約束を教えて、こうなったらどうしよう。携帯電話は正直言って、ほとんど当てにならなくなっちゃいますから。ね。ネット環境も。でもう一つ言うことになると SF 分析もダメでしょう。だからそれも含めた上で、今までのいろんなことをおさらいして、どう対処するかを考えて、生きていきたいと思います。
ああ、2015年も始まってね、私もアメリカに帰った時、アメリカだって、イエローストーンの、ね、噴火とかいっぱいあるんで、うん、大雨もあるし、干ばつもあるし、それも含めて、やっぱり生きていくってことは大変ですからね、今年も仕事も頑張ろうと思ってます。ということで、マイクを取りました。はい、来週からは多分アメリカからお送りすると思いますので、皆さん、今年もよろしくお願いします。災害対策110番でした。さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。